創業70年を超えるお好み焼きの老舗店が今週末、原爆ドームそばの折り鶴タワーに旗艦店をオープンします。広島市中区に立つ折り鶴タワー、その1階にオープンするのはお好み焼きのみっちゃんです。屋台風ののれんや看板など、みっちゃんが創業した昭和時代の雰囲気に折り鶴を装飾するなど、広島らしさが演出されています。料理には県産食材を満喫できる限定メニューが用意されました。立地上観光需要が多いと思うんで、一人でも多くのお客様に広島のお好み焼きを食べていただきたく。 G7 サミットでも注目されたお好み焼き、国内外からの集客を期待し、あさって23日にオープンを迎えます。